御礼シリーズ完結。続けて参りました。アンリステアリン長鈴木博之役。図集世界の建築上下に記載の。建築物、構築物を解説付きで。まとめはじめ、今回で完結できました。長いこと見ていただき、ありがとうございました。では、最終の章。国際様式の建築を始めます。世界の建築ミニ図集機構。Mini Picture Travel of World Building。国際様式の建築。1920年代に、確固たる共通性を持ち、国ごとの傾向や固有の伝統や、政治体制をも超えて、直ちに世界中に拡散してゆく、建築の様式の誕生が見られた。19世紀の鉄骨の建築によって、開幕した工学技術の時代は、過去あるいは折衷主義に、背を向けた機能主義の様式に、その表現を見出すことになった。それは鉄筋コンクリート、1890年に発明された、と、ガラスと金属の建築であった。それはすべての装飾を剥ぎ取った。硬い直角のボリュームを持ち、それらを極めて厳格な、しばしば精妙な非対称からなる、幾何学的形態へと還元した。この近代様式の誕生は、ここ半世紀の間に生じた有機的構造、機能主義そして、ブルータリズムなどを示した。ギマール、マッキントッシュ、ベルラーエ、ロース、ベーレンス、メンデルゾーンらに、よって予兆されてきた。しかしながらそれが、本当に結晶したのは、1925から27年の間に起きた、シュトゥットガルトの、バイセンホーフの住宅や、グロピウスのバウハウスであり、その理論が確認されたのは、1928年の国際近代建築家会議の、会議によってであった。この会議はすべての、近代建築家たちにとって、一種の羅針盤となった。この時以来、機械が大量建設の誤報の、鍵を握る言葉となり、カーテンウォール、直方体、キュビスト的形態などが、第二次大戦後の世界を制覇した。都市がニューヨークであろうと、ベルリンであろうと、あるいは東京やメキシコシティや、モスクワやリオであろうと、建てられる建物は皆同じになった。そして世界は、大規模な都市再開発、特に都市に新たに、自動車が侵入するという、事態に見舞われた。自動車の問題は、建築家と都市計画家が、共に直面した問題であり、ブラジリアのような、全く新しい都市の概念も、現れるようになった。しかしながら1950年代になると、経済的なブームとともに花開いていた、標準化された単純な様式に対する、反対の動きが始まった。ル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエ、グロピウスらに追随した者たちの、形態主義的近代主義、フォーマリスト・モダニズムは、以前からくすぶっていた。もっと柔軟な構造によって、挑戦を受けるに至った。ロンシャンの礼拝堂、グッゲンハイム美術館、キャンデラの幕構造、TWA ターミナル、そしてアールトやシャローンやネルビの作品などは、建築の言語を一新させていくものであった。社会学的な研究や、記号論、生態論の分野での、研究などの多様な展開は、純粋に技術的な建築への、アプローチに対して、
不信の念を募らせるような事態を招き、機能主義時代のすべての信仰に疑念が表明されるようになっている。デッサウのバウハウス校舎、バウハウスデッサウ、ウォルター・グロピウスの設計で1924年に建てられた。図は1階平面図及び2階平面図、配置図。この複合体は20世紀の機能主義建築の特徴たる直行システムによる自由な平面計画を目指す傾向の典型である。建物を柱によって支え、建物の1階部分を開放する手法はル・コルビュジェによっても採用された。ポワシーのサヴォア邸、ヴィラ・サヴォイ・ポイシー、ル・コルビュジェの設計によって1929-31年に建てられた。図は西立面図、南北断面図、1階平面図、2階平面図、長方形の中に収められた。厳密な平面計画を持ち、上階に中庭を持ち、シャロと支柱を持ち、地面の大部分を開放した。この極めて個性的な住宅は、同世代の建築家すべてに、影響を与えることとなった。ペンシルバニア州ベアランに立つ落水槽。Falling Water Bear Run, Pennsylvania。フランク・ロイド・ライトの設計によって、1936-37年に建てられた。図は主階の平面図、上階平面図、西立面図。厳密に自己完結的な、サヴォア邸に比べると対照的に、ライトの住宅は周囲の空間に散乱して遊観ばかりである。1、入り口、2、厨房、3、暖炉、4、居間、5、テラス、6、ロッジア、吹き放し楼、7、滝、8、橋。ニューヨークのグッゲンハイム美術館、グッゲンハイムミュージアム、ニューヨーク。1943年からフランク・ロイド・ライトによって設計されたものである。図は横断面図および2階平面図。美術館を螺旋状のシャロで設計し、訪問者に一つながりの内部空間を与えたことは、20世紀前半における最も大胆な試みの一つであった。美術館は1959年まで開館されなかった。その革新性ゆえに、総合的な研究が必要だったからである。サンタバーバラのマンテシートに立つトレメインテ、カリフォルニア州。Tremaine Houseman CITO Santa Barbara。 リチャード・ノイトラ設計で1948年に建てられた。図は平面図。これは典型的な戦後のビラであり、植栽に囲まれ、レベルの変化した自由な1階平面を持ち、大きな窓を通して常に自然と接触でき、軽量鉄骨でコンクリートの屋根を持っている。ギャラリーとベランダが屋内と屋外の中間地帯を形成している。チャンディガールの議事堂、インド。アセンブリービルディングチャンディガール。ル・コルビュジエ設計で1951-6年に建てられた。図は横断面図、平面図。パンジャブ州の新しい州都の設計を依頼されて、ル・コルビュジエは極めて明快な構造と大胆な輪郭を持ち、巨大なブリーズソレイユ、
光の調節の講師のついた一連の記念的作品を生み出した。ここにもまたサボアテイに見られた明快な平面計画の線がむき出しのコンクリートとともに見出される。シカゴのイリノイ工科大学クラウンホール Crown Hall Illinois Institute of Technology Chicago ミース・ファン・デルローエの設計によって1952年に建てられた。図は正面図、縦断面図、平面図。この作品はこの建築作品の代表作の一つであり、ここで彼は内部に柱のない自由な空間の方法を展開した。指示はスティール製のガーダーであり、隅部分に指示材はなく、ファサードはカーテンウォールである。ニューヨークのケネディ国際空港の TWA ターミナル、ニューヨークケネディエアポート TWA ターミナル、エーロ・サーリネンの設計で1956から61年に建設された。図は全体平面図及びアクソのメトリック図による見取り図。この偉大なフィンランドの建築家はここで建築と土木技術とが一体となったダイナミックな内部空間を作り出すためにコンクリートのシェルを用いた。彼の建物は機能主義者たちの直角のシステムを完全に否定する形態を用いた。全く空間の彫刻となっている。イマトラ近郊のボクセンニスカの教会、フィンランド。Church at Fuoksenniska Imatra District。アルバー・アルトによって1956年に設計された。図は内部空間の断面図、平面図。平面においても立面においても極めて自由に作られた。完全に非対称形のこの教会は3つの独立したホールに分割することもできる。天井の曲面は音響上の理由から決定されたものである。東京の国立屋内総合競技場、オリンピック会場、Great Olympic Hall, Tokyo. 丹下健三の設計、1959年開始によって1964年のオリンピック競技のために建設された。平面図、吊り屋根の伏せ図、横断面図。1、入り口。2、主観客席入り口。3、プール。4、飛び込み台。5、貴賓席。6、観客席。7、屋内庭園。巨大な吊り屋根は日本の大きな鉄筋コンクリートの柱と地中に固定された端部を持つケーブルによって支えられている。ベルリンのフィルハーモニーコンサートホール、ベルリンフィルハーモニー、ハンス・シャローンの設計によって1960から63年に建設された。図は縦断面図、平面図。表現主義運動と有機的建築の典型的な産物である。このコンサートホールは観客がオーケストラを取り巻いて座るようになっており、それは音響の法則に従ったものとなっている。ハンス・シャローンの最も完成された作品であるこの建物は直角の組織や対称性を共に否定している。ここに見られる曲線的な屋根や天井は何か巨大な遊牧民のテントを思い起こさせる。この建物の外観は内部の要求に従って決められている。
ニューヨークのフォード財団本社ビル。ニューヨークフォードファウンデーション。ケビン・ローチ。ジョン・ディンケルー事務所の設計によって、1963年に建設された。図は1階平面図。基準階平面図。横断面図。この非商業建築の2つの翼部は、正方形を構成しており、その中にガラスで覆われた。屋内庭園を収めている。この建物は、20世紀後半の建築において、生態学的な考慮が、現れたことを示している。タスキジーインスティトゥートの各宗派教養礼拝堂、アラバマ州。Tuskegee Institute Interdenominational Chapel。ポール・ルドルフの設計で、1960-9年に建設された。図は平面図、屋根伏せ図。この建物はその精神においては、表現主義であり、構造設計においては自由である。ねじれた平面計画は、強いレンガ壁によって、はっきりと分節されている。屋根面は光を透過することによって、極めて精妙な光の効果を上げている。バングラデシュのダッカの成長。Government Center Dhaka or Banglanagar。ルイス・アイ・カーンの設計で、1962年に起工された。議会の平面図、縦断面図。感謝の平面図、断面図。カーンの記念性への思いは、近代的首都の建設という、この巨大な計画によって、発言の場を得た。古代ローマを思わせる、集中形式を持ち、白大理石によって、アクセントが付けられた、丸窓を持つコンクリート壁によって、作られたダッカのこの議会は、カーンの最大の傑作の一つである。大臣や秘書の感謝では、彼はコンクリートと、レンガを混用している。ケンブリッジ大学歴史学部図書館。History Faculty Library Cambridge University。 ジェームズ・スターリングの設計によって、1964-8年に建てられた。図は1階平面図、断面図、アクソノメトリック図、配置図。直交する2つの翼部の間には、読書室のガラス屋根が、斜めにかけられている。こうしたガラス面の広範な仕様、斜めの面の仕様は、過去10年間の建築に、大きな影響を与えた要素であった。ご視聴ありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。登録をお願いします。Please register.